それね、マジで1400体。いや、SS 狙うわ。10秒。でも、撃ってくるこれ。お前、お前、全然出ねえじゃねえか。出る出る出る。お前、お前いつだ出ない出ない普通にマイステップから気合でフレーム消費してたわ。こぐのやめれるそれ。はい。あ、ごめんなさい。キー。いきますか。シンジさんに教えてもらおう。残技戦1回でやるけど。信じ勝てねえよ。勝てる時と残技戦を知ってるやつに勝てない。ああ、まあでもなんかなんとなくは分かってる、見てて。なんかどこをこじ開ければいい、どれでこじ開ければいいのかが分からん。確かにね、残技はね、振る技とかしっかりその連動とか知識で埋めていかないと。なんか大パンを主軸にしようとは思ってるんだけど、なんか後ろ下がられて差し返し狙われて死ぬってのがあまりにも多い。もう歩いていくしかないな、あれは。もうコパンバリア張りながら歩い、まあ、見てみないと分かんないな、多分。なるほど。場合によるかな。ちょっと一旦じゃあ画面共有してもらって。インパクトにしょられるもん。この後ろ下がってるやつにどうしてもさ、襲いかかりに行っちゃうんだよね。いや、それね、マジで1400体。うわー、やっぱり。そう、なんかやっぱ残儀って相手がバーンとしてもいけないじゃん。いけない、本当にいけない。行っちゃうんだよ。行かない、だから俺が今回の行く行かないと。あ、オッケー。モダン流まだそんぐらいの距離さ。あ、いいね、中盤。中盤なかった、今の有名だから。中盤抜き、ここ。いいね。ドライブゲージあるときは走っちゃったよ、中盤の後で。走って何、中盤ペンペンした後。なんもない、なんもない。とりあえず近づく。とりあえず近づいてる。いいね。走ってダイヤシー、ここジャックスク。ああ、なるほど。ジャックスク終わね。そう、今のダイヤシの、今のダイヤシの後とかは結構相手は距離見間違えてるから、ジャックスクめっちゃ入る。会いに、こういうのか。これこれこれ。でも行かないね、これ。そう、なんか行くんだったらちょっと後ろ下がって突然の浴びせ蹴りとか、それとかなんか小足普通に置いとくとかだね。なるほど。うわ、インパクトくると思う。インパクトくると思う。インパクトくると思う。耐えた。うわ、こういうのが多いっすわ。こういうのが。1ミリ削れねえんだよな、これな。うわ、こう中足やったよお前今まで。なんか切れそうになるんだよね、普通に残儀が減ってると。あと立ってる状態でヘッドバットはめったに打たない。あ、はい。それね、マジ弱いっぽい。うわ、今前飛びだったら死んでた。お前、うまい。いやー、むずいね。うぜえ。昨日もさ、マジ一生待ってるキャミに殺されてさ。やることないんだよね。もう端までやっぱ。こういう時はダイヤシとかで一回拾うか。そう、これでジャックスク、今の距離。ジャックスクか。そう、今のジャックスクがラッシュ中に綺麗に入れてれば入る。そう、で、ヘッドバットここで初めてやって。ああ、惜しい。うわ、SA2 です、今の。今 SA2 入れました。できたらすげえわ。俺できねえもんな。まだいける。耐えた。耐えてる。えらい。ジャスパして飛びとかでも OK。 飛びで中足、中継かな今。よし、ゴーいってる。いや、 SS 狙うわ。いいよ。10秒。でも打ってくるこれ。お前、お前全然出ねえじゃねえか。出る出る出る。お前、お前いつだ。出ない、出ない。お前何やってんだよ。お前何なんだよ。頭では分かってんだよ。全然なんか4発持ってくれたのにこいつ。持ってるやつがうざいわ。マジでうざいよね。ね、
まあ、ダリケンの悪い癖その1がね、はい、空中攻撃が大足でリターンをこう取ろうとしてるっていうのが、はいはいはい、まあ、通る相手、秋とかさっき見てて、あの弾に対してさ、秋は通るからいいんだけど、めくるとき俺これやってるわ。そう、めくるときは絶対これでいいんだけど、でも基本的にはやっぱこっちやね、こっちやって、これこのコンボ、あ、当たってたらこれいけるんだ。そう、これがね、あの一番堅実で、下だとさ1970なんだけど今のやつ、うん、でこれプロ勢とかの見てると、なんかみんな結構なんか こんなんでやってるけど、うん、あれはなぜかって聞いたら、当たってない時、ガードされた時は投げるタクってのを考えてるんだって、はいはいはい、でそれをやってると、いざヒットした時の反応が遅れちゃうから、まあ、どうしてもなんかそのこなんだっけ、こっちのコンボになるみたいな感じらしくて、俺これ使ってないんだけど、まあ基本的にこっちの方がリターンがある気はしてる。あとこの技結構その竜とかに対しては、うん、竜が弾打ってるタイミングでやってたら、いつものこのタイミングでつながるタイミングで出すとさ、なんか昇竜出されちゃうんだけど、うん、もう弾出してなってなったらパニカンなんじゃん、どうせなるね。そしたらなんかもうめっちゃ早出しでもここら辺で振っとくと、なんか勝手に当たってくれる、パニカンだから猶予があって、あ、ここのね、そうそうそう、早めでやって、そう、今の完璧だと思った。あれね、 DJ の膝みたいな使い方するってこと、ね、あ、そう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 、それでね全然いけるから、へえ、結構その玉キャラに対して誰になってなったら、ジャスパー取るか、まあ、取らなくとも結構早めに出してから あのこっちね、あの手癖やめてるんですよ、はいはいはい、これね、まあ、なんかヒット確認、まあ、多分慣れないうちはずっとそれでいいと思う、ジャンプ中継で、うんうん、こっち入れなくていいと思う。このさ、うん、このあとこれを中央で当てた時って何すればいい？ドライブラッシャーするんだけど、うん、結構怪しいかなって。受け身取られたらこの距離、まあ、なるけど、場合によるね、まあ、走りきったらすく、いやどうだろうな、この後はね、走って2位が刺さるだったら2位か、俺は結構中盤一旦一発入れてって感じかな、相手に。あ、そう、それ知りたい。あのさ、どれだっけ、なんかこれ、あ、これこれどこで使うん、今みたいな感じ、あ、今みたいな感じ、今みたいなとか、あ、今のところでいいんだ、走り切っちゃうってこと、まあ、結構走り切ってここら辺でやるって感じだね。今当たっちゃうとこれだけど、ここも届くから、当たんなかと漏れる、はい、あ、ここの距離届かないわここで入るから、あ、なるほど、これで全然、なるほど、ね、でこれ一回見せると、うん、相手がなんか嫌がって中盤2発目食らってくれたりとかするから、あ、なるほどね、ここの振り毒になったりしたりとかっていう択は狭い、はい、このやっぱ俺今さ生ラッシュしてる時にやることがさ、こんぐらいしかないのよ今。あー、そうだね、生ラッシュは俺もねあんましないんだよな、言うてバレる、遅すぎてこいつでもまあゲージが余ってんだったら生ラッシュ全然、そう、なんかこのぐらいの距離でさ、相手もなんか気まずい時にさ、いきなりこうやってこれこういうの行きたい、あ、ありありあり、できんならありだな、ね、まあ、あと本当にゲージ吐きどころなかったら、うん、タチコア振ってキャンセルラッシュで、はいはい、このジャックスクとかも結構あり、ガードさせずに、これやられるわお前に、うん、これはね、これ確かに見てから飛べないね、そう、だ結構打撃の圧を出すためにはタッチコア振って、あ、ごめん、投げ気がつって、これやってた。これやって、このあとここまでやって、これで当たってたら確認でぐるぐる回って。え、できんの？あ、これ2発目ならできるよ。この。あ、うん？あ、惜しい。え、ね、え、ほんとできる？できるできるできる。え、ほんとに？ちょっと待って、やってみろ。待って。これはね、1回目結構むずいけど、え、ちょむずいわこれでもまあこれ俺もまあまあミスる、これむずいな、これはねむずい、まあでもとりあえず今回これありと思ったのは、まあ弾とか相手打ってたら大パン全然いいんだけど、うん、
このあえて距離開けるボタンあんじゃんこれ、うん、あるでこれで一回相手の中足すかして立ちコアでこれ差し返して、うん、でドライブラッシュで相手をこう追い込むみたいなことはで画面端だったらこれになるじゃん。まあでも確かにこれ一回当たればもうほぼそう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 勝ちだもんねそれやめてそれやめてあそうそれあのそもそも繋がってなくてあのカウンター行ったじゃなくてもそれだったら繋がるし。なるほどね。これならね。あとなんだろうな。あとこれあーこれできるのでかいな。これでのリーサルマジで見えるからね。見えるようになると。あこれでもさ、ね、マジむずい。三中 P で一回消さないとダメだ。えそうなの？えあちょっとやってみ見て。ゲージない。ゲージない。これ一番簡単なやつはこれあれだよ。この後でしょ。そう。この後2中 P か。2中 P で1回フレーム消費すると。え、そうなん。うん。ありがとう。2中 P すぐ3中 P や。で、そう、そうそうそう。え、バカ簡単？そうそう、めっちゃ簡単これ。普通にマイステップから気合でフレーム消費してたわ。そうだね。うわありがてえ、これありがとう。4400なんだ。これありがとう。超簡単になったわ。ったらだ、ね、であと浴びせ蹴りは俺の体感だとゲージ回復に使ってる。そのここら辺からとりあえず敵に打って当たったらいいし当たんなかったら一旦ゲージ回復みたいな自分のね。なるほどね。オーディゲージ回復で相手の抑制する 時間稼ぎね。そうそうそう。あといっちゃんきめえのがこれ結構まあこれまた知識なんだけど浴びせ蹴りガードしてもらっていい？いいよ。あ、こっち段なんだね。でガードして結構いいかこんぐらいの距離だと相手技振ってくるじゃん、うん、なんか、うん、かってやるでしょみたいな感じで、はいはい、それに対して中パン置いておくとこっちだけ一方的にかくって相手なんかかけんないっていうのが結構ある。フラッカーこれがガードする。ほらおーなるほど。これはね結構こう肝たくやん。あなるほど。なんか場合によってはダイヤシで返せたりするからリターンがキモいねだいぶ。うわ本当だ。これねこれマジだいぶキモいです。これリュウタカには結構ラッシュ大きい振っちゃって大丈夫やるなら。うまい。うわこれ空中からはジャンプ攻撃には絶対無理だろそう、こういう動きのやつが嫌いです。いい、ね、こういう動きのやつにはなんか技も歩けばいいんじゃね。ちょっと舐めてますこいつ。舐めてますわ。ここをじっくり。おお。球振ってこないな。ダイヤシ結構もうそんな感じで振っちゃって。あ全然こいつでもバーサー何も振ってないじゃん。いいね、SS 削りきれない。出ません、出ませんでした、出ませんでした出したんですけどね。いや、まあ、でも出してもジャンプされたら終わるから。まあまあまあ、うざいです、こういうの。な結構ここら辺をじりじり歩いて台足かな、この人には。この人には結構台足が刺さりそう。はい、いいよ。はい、あーごめんなさい。